はい、どうも、ゆっきーでーす。今日はですね、皆さんに、お知らせがあります。僕はですね、なんと、日本骨髄バンクにドナー登録することになりましたということでね、こちら、日本骨髄バンクの方にですね、まあ、ホームページがあるんですけど、そちらにですね、この、はがきをね、送ってくれるように、まあ、頼んで、まあ、今日届いたんですけれども、はい。まあ、骨髄バンクっていうのは結構ね、皆さん知ってるとは思うんですが、まあ、白血病患者だとかの、ね、人に、骨髄バンクの登録することによってね、まあ、自分の骨髄を、その移植してもらうことによって、こう、治る人が、まあ、病気をね、まあ、治すことができるということで、まあ、まあ、経緯につきましてはですね、最近、世界の中心で愛を叫ぶというね、映画をですね、久しぶりに、14年ぶりぐらいに見たんですよ。ね、Amazon プライムでね、無料だったんで。それでですね、まあ、世界の中心で愛を叫ぶという、映画はですね、骨髄、白血病に、ね、ヒロインがなって、まあ、死んでしまうという。まあ、それを、見たんですけど、まあ、非常に、まあ、自分でも何かできねえかなと、まあ、思ったわけです。そして、まあ、こちら届いたわけですけれども、中に入ってるものを見ます。この度はドナー登録についてのお問い合わせをいただき誠にありがとうございます。患者さんの生きるチャンスのお手伝いをする骨髄バンクですが、まだまだドナー登録者数が足りないのは現状です。骨髄末梢血管細胞移植に生きる望みをかけ、ドナーが現れるのを待っている患者さんが年間約2000人いらっしゃいます。こうした患者さんが一日も早く元気になられることを心から願っています。どうぞこのパンフレットをお読みいただき、ご理解の上ドナー登録いただけますなら幸いでございます。ご家族やご友人でこのパンフレットをご覧になりたい方がいらっしゃる場合は、お送りさせていただきますので、遠慮なくお申し付けくださいと。公営財団法人日本骨髄バンク事務局長松なんとか誠二さんですね。はい。うん。ググったところによると、現在骨髄バンクのドナー登録者がですね、現時点で約49万人の方がいらっしゃいます。年々増えてはいるんですけど、実質のところ、その病気が治るというより、その、ドナー登録と一致する、その、ね、体の、ほら、いろいろあるじゃないですか。まあ、ドナー登録できない方っていうのは、まあ、非常に多いんですよ、結局のところ。登録はしたんだけど、その、血管のなんか、ね、体の何か合わないから、ね、ドナー登録しても結局ね、まあ、合わなかったりっていうのが、いるので、まあ、骨髄バンクというのはね、まあ、非常に数が多ければ多いほど、それだけ、マッチする確率が上がりますんで。うん。まあ、でも実質49万人ね、いるんですよ。うん。この日本で。日本でね、それだけの人がいるっていうことでね。で、こちらが、まあ、こちらに書き込みをね、してですね。これを確か、骨髄バンクの、なんだ。まあ、東京の渋谷とかにあるんで。うん。そこに、持って行って、で、血液を、取りまして、そこの会社っていうかね、ところで取って、まあ、登録が完了するということ。まあ、実質、その、血液が合わなかった人は登録もできないんですけどね。だから俺は、精神、まあ、うつ病なんですけど、まあ、だから、ね、下手したら、骨髄バンクに登録したいけど、いや、ちょっとこの血液ちょっといらねえわ、って
なる可能性もあるんです。うん。まあだけど、なったらなったでいいんですよ。別に。なったらなったでね。あ、仕方ないですから。ええ。うん。まあ、このね、動画をご覧になってる皆さん。ね、こいつ、偽善者だろうって。ただね、偽善者だろうとかね、言う人もいるとは思うんですけど。でも、やらぬ善よりやる偽善っていう言葉があるんですけど、まさにその通りだと思うんです。うん。まあ、なんでね、まあ、この動画をね、ご覧になった人はね、まずは、もし興味があるんだったら、まあ、世界の中心で愛を叫ぶという、ね、まあ映画とドラマ化されてますんで、それを見てもらって、まあ非常に、まあ世界中でそういうね、白血病とかで、亡くなる人がいますんで、まあその人が言うということをご理解いただき、ね、また骨髄バンクのホームページで、このね、パンフレットをね、取り寄せて、見てはいかがでしょうか。うん、そういうことです。これ何なんだろう、これ。なんか多分書くんだよな。おそらく。あれ違うのかな、うん、これ寄付のお願いとかって書いてあるけど。あ、ありました。このパンフレットの中にですね、骨髄バンクドナー登録、申し込み書っていうのが書いてあります。うん。これをあれだね。これを書き込んで、多分送るんですよ。で、登録窓口にも、行って、行くんかな？うん。まあ、いいや。ということでね。まあ、骨髄バンクのドナー登録をして、それで、まあ、もし、患者さんと俺が一致したら、まあ、俺が入院しなきゃいけないんですけど、1週間か2週間ぐらい、入院して、で、なんか、全身麻酔をして、骨髄の、骨髄のところに注射して、なんかこの骨髄を取るんですよね。まあそれでまあ移植するという、まあことなんですけど。まあ結構、多分1週間ぐらいはかかるんですよ。入院。まあ入院費とか無料なんですけど、まあただ普通にね、まあ僕はニートだからいいんだけど、普通に働いてる人とかはちょっと1週間とかね、2週間ぐらい、取られるんで、まあそこはちょっと厳しいとこですよね。うん。まあ僕はニートなんで別にいいんすけど、どうせ暇だし、うん。どうせ暇だしね。俺は。ええ。別に大して入院、1週間、2週間しても大して苦じゃないですから。ええ。ね。まあということでね。まあドラー登録をね。していこうかなと思います。うん。まあ、人の命を救えるっていうことは、割と重要ですよね。だって、世界にはね、癌とかね、薬とか、まあ、まだ癌の薬とかってないじゃないですか、特効薬って。特効薬とかないってことは、ほぼほぼあれなんですよ。もう治んないんですよね。治せないんですよ。でも、白血病とかだったら、骨髄バンクに登録してたらワンチャン助けられるんですよね。うん。だからその違いだよね。ワンチャン助けられるんですよ。ワンチャン。だから他人の手を、他人とね、なんていうかな、手を取り合って、そうすることによって治る
可能性も出てくるわけですよ。うん、だから治らない病気っていうわけじゃないわけです。ね。まあ、乳がんとか、まあ、いろいろがんとか、あるじゃないですか、子宮頸がんとか。ああいうのっても結局治すのが、非常に難しい。うん。でもこれだったら、登録してればワンチャン人助けれるっていう。これはすごいことです。非常にすごいことだと僕は思います。世の中には治せない病気なんて5万とある。でもこれは、人が協力すれば治せるんですから。ね。非常にすごいことだと思うよ、俺は。うん。ね。まあ、献血とかもね。まあ、ほら、輸血の時とか使うじゃないですか。献血とかね。あれも非常に重要ですよね。うん。まあ、あれと同じで、結局のところ。まあ、ぶっちゃけて言うと、骨髄バンクに登録するっていうのはほぼほぼメリットがない。ないわけです。まあ一週間、二週間ね。入院しなきゃいけないし、まあ、全身麻酔もしてちょっと怖いじゃないですか。まあ俺も注射とかすごい怖いんですけどね。血見るのとか大嫌いなんですよ。うん。だから献血とか、血液取るときとはもうずっとこうやって、こう右手でこう取ってるときに、こうやってね、もう左を向いてね、もう見ないようにして、ね、取る人間ですから、すごい、注射大嫌いなんです。まあ、なんでもそうですけど、ヒカキンさんとか募金とかしてるじゃないですか。まあ、僕は募金する金がないんですよ。うん。金がないんです。だから募金なんて俺しないんです。金がないから。でもこれだったら、金かかんねえから。金かかんねえんだよ、これ。ね。入院費も無料だし。ね。まあ、ただ俺が1週間か2週間入院するだけで、金かかんねえから。で、その時の食事とかも出してもらえるしな。ありがたいよ、お前。入院の時のご飯とかさ、出してくれるから、むしろありがたいよね。むしろありがたいよね。うん。まあ、募金とかよりもね、募金だとほら、結局、ね、まあ、1万円募金したとしても、その募金したところから、その直接そのね、難民の人とかに、1万円がそっくり行くわけじゃないじゃないですか。ね、何割とか、差っ引かれるわけでしょ。で、おまけに、本当に届いているのかっていうことすら不明なんですよ。見えないから。俺らでは知ることができないんですよ。だから、全くわかんないのに、募金したのに、もうその経緯がわかんないから、本当に届いてるかどうかも怪しい。で、最近はマジ物騒な世の中だから、募金と称してね、懐に入れてるようなクソったれみたいな人間が、いますからね。募金と歌いつつ、ね、募金お願いしますって言って、その全部金をね、着服するっていう、ね、変なね、人らもいますからね。でもこれだったら、実質すごい患者との距離が近いじゃないですか。もう、だってドナーが見つかったって言ったらもう一人はもう、治せるんですから、もうそこにいるんですよ。もう、自分が治したっていうそのさ、実質のその、なんていうか、ね。実質僕が治したんだよっていうのが、ほぼほぼ、見えるわけですから。ただ患者さんとは、プライバシーの保護のため、面会とかできないんですけどね。でも、それだったら明確にね、まあ、募金とかよりも、明確にその人の助けになってるっていう、ことは、わかるわけですからね。まあ、長々と言いましたけどね。ね。ということで、このパンフレット。ね、骨髄バンクでね、登録したいっていう人はいたら、こちら、パンフレットをね、公式サイトで、住所
を記入して、そうするとこれ来ますね。届きますから。ね。ということで、ね、骨髄バンクに登録してみようというね、ユッキーの、お話でした。それではご視聴ありがとうございました。